どうもピチピチーなテクタンと申します。オクトパストラベラー実況プレイパート95始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、本日はがっつり、この人話聞いたよね、第4章トレサちゃん第4章進めていきたいと思います。さて、酒場に行ってとりあえずストーリー確認なんですけれども、そう、アーフェンを連れて行きたいなって思ってるんで、アーフェンを連れて行きます。なんで、いや、この4人でもう、ちょっと今後も行ったりしようかなーっていう、ちょっと気分ではあるので、なんかさ、経験値、あった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 。これちょっと、アーフェンにつけといて、足並みがね、あまりに揃ってないんで、守護のリングも変えちゃおう、守護のなんちゃら。これが30アップね、もうちょっと、いいやつがあったと思うんやけど、守護のネックレスかな。これに変えて、あとは、全体的にいろいろ、踊り子衣装着る？物理攻撃とか、物理系を上げていくかな。いやでもこれ属性防御なさすぎるな、こうなってくると。それはそれで心配だ。アダマンボウもっとさ、落ちてないかな。これにしよっかな、静寂のバンダナ。行動速度下がるけど。で、盾も、あ、禁断の盾。でもこれ呪われてるとか言ってなかった？回避が遅すぎるってこと？そんなドラクエみたいにさ、でん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 みたいな、そんなことにはならへん？どうしよっかな。属性攻撃が上がるが、多分そんなに属性攻撃をしないんで、というか、多分ヒーラーになってもらうんで、アーフェンが。なので、一応物理攻撃力も欲しいんで、これをテリオンから、じゃあ、ちょっと、外しまして、つけましょう。で、ヒーラーにもなってほしいんで、ジョブを進化に。したいです。そして、アビリティを、すべて開けたいなって思ったけど、思ったより JP が、なかったね。これはできないと。最悪これは、いいかな、どうやろう。いや、ちょっと欲しいな。これを、トレサちゃんに、つけてあげる。いいと思う。なので、サポートアビリティを、ちょっと見よっか。これ欲しい。物理攻撃50。ついでに戦おう。これに変えようか。最大 SP プラス50。で、いいかな？とりあえず。OK。あとは、ちょっと待ってよ。あと、ま、これは裏でやっとこうかな。トレサちゃんが JP 余りまくってるんで、もうトレサちゃんで全部開けてしまおうかなって、思います。そういうね、なんていうの、なんだっけ、実績か、スチームの実績もあったんで、ま、できるだけ開けたいなって思いまして、多分ね、全部は開けれないんですよね。なんか、孤高の旅人みたいなのがあって、おそらく仲間を、ね、一人も仲間にせずに、どんどん進んでいくっていう、そういう実績なんだと思うんですけれども、さすがにそれはもうここまで来て、もう取り返しつかないんで、2周目以降の話になってくるんで、まあそういう取れないのもあるかなとは思ってるんですけれどもってとこですね。ということで、トレサちゃん第4章、進めていきたいと思います。果たしてトレサの本当の宝物とは、ということで、大競売ですね。いや、こんな大きな街にね、来たわけですよ、最初。リップルタイドから出たことなかったトレサちゃんが。ビクターフォローで、
小船船長レオンと再会したトレサ。海賊時代のレオンの親友が残した宝、秘石エルドライト。それを見つけ出しレオンに渡すも彼は受け取らなかった。宝ならもう持っている、この親友の船と小船船長として生きる道だと。人には誰にも誰にでも宝物がある。本当に大切なものは一つだけだ。ジョーちゃんの宝物は何だい？レオンの語る本当の宝物はまだ見つかっていないが、秘石エルドライトを手に大競売へ向かうのであった。かくしてグランポートにたどり着いたか。いや、なんか最後の最後のストーリーやけどさ、なんかこう悪がいない、まあ悪もん出てくるかもしれへんけど、そういう感じの冒険でさ、ワクワクする感じでいいよね。あ、なんかこうこのワクワク感でなんか旅の始めに感じるワクワク感やけど、これが最後のショーっていうのもなんかちょっと珍しい感じのストーリーよね。ついに来たわ、これがグランポートですよ。めっちゃ人いるからね、そこ。うん、大競売。あ、この建物で行われるらしいですよ、あの一番奥の。世界中の商人と品物がここに集まっているのね。すごいすごい、こんなの見たことない。あの奥が競売会場か。どんな商品が出品されるのかしらね。アリーも探したいね。来てるはずやね。おい、あれ見ろよ、大富豪ウィンダムだ。大富豪様。え、ウィンダム、あの有名な富豪の。そんなさ、見たいもんなん、どうなんやろ。え、お、知ってるか、お嬢ちゃん。うん、あれが希代の大金持ちさ。総資産は小さな国を変えるほどだと。いいね。別にさ、国を欲しいとは思わへんけどさ、それだけお金あったらさ、土地ぐらいは余裕で買えるわけやん。なんかすっごい家と、あとすっごい欲しいものと、すっごい旅行にも行けそうでいいよね。なんでも大競売に多額の出資をしているらしくてな。まあ、それをなんかそういうのに使えるのはいいよね。ただの独り占めではなく、まあ、自分が好きなのもあるかもしれないけどね。これはウィンダム様、ようこそおいでくださいました。ただなんかこのタイミングで出てくる人なんか悪者やったりせんかな。ここには世界中の宝や珍品が集います。手に入らないものはございません。どうぞ。必ずやお嬢様のお気に召すものをご提供いたすま、いたします。なまりよといたすますって言いよった。期待しているお嬢様。金に糸目はつけない、娘を喜ばせてくれ。トレサちゃんも言ってるやん、糸目はつけないわって。あれかな、クオリークレストで言った人とはクオリークレスト違うな、それとは違うかな。なんかね、娘がいてどうのこうのみたいな、でも不合やったかな。うん、私の意思いい意思してますよ。実はこの大競売の目玉はある催し物でな、ウィンナムのご霊場への贈呈品の品評会さ。あ、それがここで行われるやつなの、うん、世界中の商人がお宝を出品し、一つだけ贈り物が選ばれる。その報酬はなんと10億リーフだ。すっご、奥が動くんや。10億。うん、もう仕事せんでもいいぐらいの金額じゃない。大競売への出資もその品評会を催すためだって噂だ、はあ、金持ちの考えはわからんね。娘のためにそこまでやるか。ウィンダムの娘は世界一の幸せ者だな。しかし一体何が喜ばれるのかね。気になるわね。もしやこのエルドライトだったり、可能性はあるぞ。ええもん持ってますからね、取られんようにせなね。うん、いけるかも。ここで選ばれたら誰もが認める一人前の商人だわ。よし、
よし、私もその品評会に出品するわよ。行ってみなね、向こうに。まずは会場を見に行ってみるかな。ちょっとだけね。よしよしよし。見に行ってみよう。お嬢さんですか？あら、かわいい。金髪に水色の服、かわいい。大丈夫？ありがとうございます。何さんですか？大丈夫です。ちゃんと歩けますから。そう？うん、気をつけてね。行っちゃった。全然ダメじゃん。あ、ちょっと。足があれなんかな。あんま良くないんかな。はい。お水持ってきたよ。普通になんかそれとも疲れの方なんかな。疲れというか。すみません。こんなにご親切に。いいのいいの。私トレサ、行商人として旅してるんだ。旅を。私はノーアと言います。よろしくトレサさん。絶対ウィンダムのお嬢さんやと思うんやけど。うん、堅苦しいな。トレサでいいよ。はい、トレサ。ねえ、大丈夫？怪我とかなかった？社交的やね、トレサちゃんは。さすが商人。ええ、もう少し歩けると思っていたのですが、私は昔から足が弱くて遠くに出たことがありません。そっかそっか。え？小さい頃からずっと外の世界に興味がありました。あ、だからパパがあんなに頑張ってるってことなんかな。多分。きっと見たこともない素敵なものがあるんだろうなって。この子、私と同じ。でもこの足ですから、いつの間にか諦めてしまいました。ここには勇気を出してきたんです。私を変えてくれる何かがあるかもしれないって。私の宝物が。うん、宝物。いや、でもあっこをあえて歩いてたのはすごい頑張ってたと思う。まあちょっと危ないなとは思うけど。あ、おお、お嬢様ご無事でしたか。支配人の人か。お嬢様？ジル？ジル。ジルバレンタイン。心配をかけてしまいましたね。はて。こちらの方は？ええ。トレサよ。私を助けてくれたのです。おお。なんとトレサ様、心から感謝を。私はウィンダム家に使えるジルと申します。あ、ウィンダムってあれか、苗字の方なんか。ウィンダム？ノーアウィンダムなんかな。お礼をさせていただきたいのですが、会いに行くと時間がなく。お嬢様、そろそろ会場に向かいませんと。それでは。わかりました。ありがとう、トレサ。うん、また会おうね、ノーア。ノーアも品定めしてるのっていうか、ノーアが品定めしてるんかな。まさかのお嬢様でした。ノーアがウィンダム家のお嬢様、あの大富豪の娘だったなんて。ってことは品評会はあの子に贈るものを決めるのか。あ、誰かおるよ。なんちゅう格好してるんや、あの人。スパイみたいな格好してなかった？パーティーチャット、見ましょう。トレサ君、
ウィンダム家がこの大競売に来るのも当然か。サイラス先生もウィンダム家を知ってるの？あ、おそらく商人の君とは違う意味でね。ウィンダム家は多くの芸術家を抱え、学会にも多額の寄付を行っている。家系図を遡れば、古王国時代から続く名家だ。芸術や歴史の変革に立ち会い、歴史の書物でも記されている。我々学者にとっても縁の深い名前だよ。へえ、私たちの間じゃ大富豪としか知らなかった。ウィンダムの名を聞いたら手を揉めっていうくらいだもん。ははは、そう考えると面白いよね、ごまつりね。商人から見たウィンダム家、学者から見たウィンダム家、同じ家のはずなのに視点によって違う家になる。うんうん、いろんな人がいるから商売も面白いもんね。ふふ、だから学問も面白いのさ。なるほど。ちょっと武器屋と、見たっけ武器屋。あ、見たけどさ、アーベンに合うものをちゃんと見れてないけど、特になさそうやったね。なさそうやったね。ちょっと宿屋も泊まろっか。アーベンの SP をちょっとね、上げちゃったんで。回復もしときたい。さあ、この4人で、今後頑張っていこうかな。ちょっと男性比率がね、高くなっちゃったけどね。よっ。SP 回復のプラムがスカスカ。これは、いっぱい買っとくか。いっぱい買うか。こんなもんかな。いいでしょう。いや、でもさ、アーベンさ、新刊つけたはいいけど、冷静に考えるとさ、薬使えるから新刊いらんかもしれへんな。剣士とかの方がいいか。学者じゃない、狩人とか。どうやろう。珍しいものがいっぱい。あれ、セネディー家の食器ね。セネディー家、レネの手拭いに紅玉感、ベルモンドの金貨も。見てわかるんや。さすが大競売ね。レベルが違うわ。忘れないうちに書き記しておこう。例の手記。あ、誰よ。あら。あら、お嬢さん。その手記。さっきいた人でしょ。なんでしょう。ちょっと。その手記、見覚えがあるかも。ちょっと見せてくれる？盗んじゃ嫌よ。見るだけやで。ほら、もっとよく見せて。絶対取られるやん。あ、違う？はい。あなたは。距離取らんといて。私、ずっと探してたの、この手記。ん？走り出すぞ。さあ。お題はこれでいいかしら、お嬢さん。何よ、私の。ふふ、忠告しておくわ。この手記のことはもう忘れることよ。そんな大事なこととか書いてあったん、なんか。ちょっと待って。ちなみにトレサちゃんも書き記してるからさ、価値自体は下がってると思うで、元の手記より。どうして私の手記を取り返さなきゃ。旅のきっかけ、旅というか、それが、これか、割かしなんか、言うて平和そうやね。ぐ、あの女、どこ行ったのよ。あ、ん？なんかしてますね、右の方で。何やの、赤いの。ポールみたいなの立ってるけど。わ、何この人だかり。あ、アリやん。さあ、ご注目、ご注目。次の品はとっておきだよ。これ何？あれは、この声は。
これはあなたのような高貴なご婦人にぴったりの一級品さ。まあ、やっぱりアリーじゃない。さあさあ、お次の品はこの幸せを呼ぶ絨毯だ。あ、絨毯丸めてるんね。なんか筒かな、筒というかなんか花瓶なんかなって思った。あのご婦人に勧めおったから、もしかして花瓶なんかなみたいな。カフカ家の絨毯って聞いたことあるかい？禅師の敷物しか分かれへん。知らないみんな。その通り。カフカ家は北の国の有力貴族だ。で、何十年も昔、とある職人が絨毯を寄贈したんだが、そいつを家に敷いてからカフカ家の運命は変わった。事業が次々と成功し、6人の子宝にも恵まれたんだ。頑張ったね。家族の思い出が積み重なっていくと同時に、絨毯は次々と幸せを運び込んでくれた。もちろん。こいつはなんとその絨毯を折った職人のものさ。あ、別にカフカ家の家じゃないんだね。聞けばカフカ家に続くのも夢じゃないかもしれねえぜ。さあさあ、1万リーフからだ。はったはった。15,000。こっちは20,000だ。すごい派手な絨毯やけどね。私はできたらできるだけ無地がいいな。絨毯は絨毯というかラグというか。そちらのお客さん、お買い上げだ。毎度あり。毎度あり。いいですな。彼の話を聞くと一層品物が魅力的に見える。ああ、俺も欲しかったな、幸せを呼ぶ敷物。あれやな、営業に騙されるタイプの人たちが多いんやな。繁盛繁盛。お久しぶり。大商人さ、やるじゃない。自慢の口は相変わらずね。覚えてる？私のこと誰やっけとか言わへんよね。おい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 、鳥頭。ちょっと、どれさよ。鉱山の町で助けたでしょ。もやし女。え、覚えてるよ。もやし女なんや、冗談かい。そっちは儲かってるのか。儲けはしてないよ別に、まだ。ん、どうした。あー、そうね、手記取られたもんね。持ち前の元気っぷりはよ。それがスリに会いまして。スリと言っていいのか。え、手記を奪われたって。かっ、うお、笑うじゃん。人の日記を取っていくやつがいるのか。ん、笑い事じゃないわよ。手記のことは忘れろってその女に言われたわ。へえ、どういうことだろう。面白そうじゃん。まあ、気にはなるよね。よしよし、今日はひとまず店じまいだ。え、一緒に探してくれんの。なんかしょうがないな。俺が一緒に探してやるよ。お前には借りがあるしな。アリ、ありがとう。あんた結構いいやつね。でも弱いでしょこの人。確か、やれやれ。褒めたって何も出ないぞ。商人の脇は甘くない。あの女、探検投げつけてやろうぜ。あの女。お、いたのか。ええ、あっちに追いかけるわよ。じゃんじゃかんじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん。大競売場に向かう。あ、話してるね、入り口で。誰かと。話してますね。見つけた。間違いないわ。私の手記を奪った女。はあ。へえ、変わり者だな。なんだってお前の手記なんか。静かに。あれ、ウィンダム。ご苦労。違うかった。ご苦労だった。エスメラルダ。ええ。幹部。ええ、これがその手記よ。
書いた人がなんか関係あんの？確かに。ここには、ここにもう用はないな。トレサちゃんが持ってたってこと自体は知ってたんかな？よく見つけられたね。おいおい。やばそうな奴らだぜ。ね。やばそうではあるよね。さあ行きましょう。来た時と同じよ。何が帰り道の話？うん。どうする？そっちに行くんや。そうはいかないわ。上等よ。あの女から手記を取り返すわ。あとを追うわよ。へっへっ、そう来なくっちゃ。ああ、やってますね。まもなくウィンダム家主催の品評会を開催いたします。お一人につき、一品だけ出品が認められます。ご礼状の贈呈品に選ばれた品には、10億リーフが支払われる、そうだね。支払われるね。商人の方々は、どうぞご自慢の一品をご準備ください。わーみたいなないんや。そういや、品評会ってもんがあったな。なあトレサもなんか出品すんの？え、これかな。私が持ってる中じゃそんな出し回っていいん？はあ。おお、それって秘石エルドライトじゃないか。いつの間にそんなレアものを俺に売ってくんない？10億リーフでね。ちっちっち。ダメダメ、価値の分かる人じゃなきゃ。言うじゃねえか。だが見直したぜ、トレサ。こいつはマジで選ばれるかも。おう。これは確かに希少だけど、なんか違う気がするの。あのお嬢様にプレゼントするにはってことかな。違うって何が？なんでもない。とにかく今はあの女を探さないと。おっと。おお、そうだったな。あの女、大会売場に向かう。いるけどね、ここ。ええ、この奥は水道の地下施設と、あ、この裏にいんの、もしかして。いや、出てきたやん。いたぞ。あの女と黒服だ。女も黒服な気するけど。よし。よし、ここは任せろ。大丈夫か？え？任せろって何する気？ああ。黒服の男は俺が引きつける。トレサはあの女を追いな。まさか。危ないわ、アリー。何する気よ。やれやれ。へ、やれやれ。俺の武器、忘れたのか？口でしょ？あの時の借り、きっちり返すぜ、トレサ。別に喧嘩するわけじゃないもんね、きっと。カッコつけすぎたかな。さてと、一丁かますか。よう。やあやあ、ご紳士と淑女さん。こんな勝手に舞台に上がっていいんかな。ん？何さ、このガキ。これでもやり手の商人さ。出なきゃここにいないよ。され、商談をする暇はない。忙しいんですか？実は気になってね。お宅のその懐中時計。いい品なんですか？ほう。ちょっと急ぐわよ。これは。それ。ジグラトの時計だろ。東方の王ジグラトが重要した時計。その王曰く、人生で最も重要なものは時間である。あよく語るわね、毎度。うん、
盛り上がってますね。詳しいな。だがこれが俺の一番ではないぞ。そういうタイプなんや。言われると嬉しいんかな。たく時計の話になるとこれだ。なあ。なあ旦那、あっちで少しだけ時間をもらえないかい？実は俺も持ってきてるんだ。とっておきの時計をさ。ほんまにあんの？おお、どれ？行っちゃった。私は先に行くよ。うん、閉めた。一人になったわ。さすがアリー。よし、今のうちにあの女を追うわよ。どこにおる？え、どこおる？あそこが左や。左にいた。トレサ。うんうん。な、何をアーフェン。いいやつじゃねえか、アリーってあんちゃん。一緒に一晩飲み明かしたいぐらいだぜ。すぐお酒飲もうとする。ちょっとアリーはまだお酒は早いわよ。え、冗談冗談。でも確かに気が合いそうね。二人で組んでみたら。ん？アーフェンの薬をアリーが売るの。きっといい商売になるわ。はっはっは、そいつは面白そうだな。アリーならきっといつもの5倍の額はふっかけられるわよ。はっはっは、そうかそうか。そういえば、いつもいくらで薬売ってるの？タダでしょ？ん、まあ適当だな。あんま気にしたことないやん。アーフェンは商売向いてないわね。アリーまで行かんでもさ、トレサちゃんでも十分な気するよね。とりあえずは。あ、こんなとこでパーティーチャット？あいつ、大丈夫かな？トレサ。アリーがそんなに心配か？そりゃ心配するよ。私のために危ないことを。借りはきっちり返す。え？アリーはそう言った。ならこちらは信じてやるだけだ。アリーったらどこまでも商人なんだから。私としては怪我でもしてなきゃ。ああ、そうだな。それが一番だ。案外こっちの心配をよそに大活躍してるかもしれないぞ。そうかもね。あいつ結構しぶといし。普通に時計売ってるかもしれんよね。ということで行きましょう。地下水道もうボロボロやね。宝が下にある。それは向こうから取りに行けばいいね。あれ、エンカウント半減とかつけてたっけ。なんか全然時出えへんけど。よっ、あ、つけてますね。ほい、持って帰っておきましょう。よっ、お宝いただき。さあ、またここのダンジョンもここのダンジョンでとても広そうなわけですが、オルベリクさんのレベルが上がりました。見たことある敵でしたね。そりゃこっちしか行けへん。この奥行けそう。あ、行けた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 。よし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 、いいね。インペリアルヘルム、それは頭ですね。どうだ？クリスタルヘルム。余ってるやつか。オッケーオッケーオッケー。じゃあまあいいでしょう。よっ。じゃあいけへんね。よしよしよし。あー、絶対右が宝あるぞ。はい、テリオンでーす。そう、こういうこともあるからテリオンは連れ歩きたいのは歩きたいんやけどね。ちょっとセーブします。やけど、アーフェンの調合を使っていきたいっていうのがすごいあるんよね。よし、宝取って。風の精霊石。オッケイ。で、こっちが、正規じゃないから先に行ってよしやね。いいですね、お宝見えてますよ。これ、ここだ、これだけかな。ボースシールド、それは、ただの杖。ちょっとそれは良くないぞ。いいんじゃない。あ、良さそう。いや、良くはないか。禁断の盾が良かったもんね。呪われてるという噂の。よいしょ。よし、ここはもうおしまい。じゃあ上行きましょう。いいね、今んとこまだ道は分かりやすいよ。あ、目的地見えましたね。あと
はでもそんなになんか階段降りたりするようなところは、フィールド移動するようなところはなさそうなんで、もう向かえばいいっていう感じやね、そっちに。あんまりなんか大変なダンジョンじゃないね、そう考えると。はい、やっと新しい敵が出てきたんじゃないかな。あ、手前に一人だけか。行くぞ。どうしようかな。千本槍じゃない、横一文字切りして。オッケー。火とか苦手かな。ほい、私の番。火やってみる。これ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 、アールデイグニス。アールデイグニス全然効果なかった。なんかいなくなってるし、なんぼかね。じゃあこれで、マレフィックよ。あ、それ人雷と勝手に氷やと思ってたけど雷か。はいはいはい。さてと、でアーベンでちょっといろいろ調べてたりしたんやけど、まあ、はてなはてなはてなって書いてあるけど、よく考えたらちゃんと書いてあるね、これ下に。だからそんな調べんでもよかったなーって思いつつ、どうしような。アーベンさ、新刊の、あ、いやでも新刊のさ、あの、あれも気になるよね、あの一番下の、奥義か。やから、まあ、アーベンは何なりと戦っていきましょう。これ斧かな。あ、違いますね。ぬ、氷柱。とりあえずトレサちゃんの番が回って、風の攻撃を思い知らせば、きっとこれね、倒れると思いま、オッケー。商人だからって甘く見たでしょ。よし、アーベンレベルアップ。よし、早くみんなに追いつくのよ。トレサちゃんも今レベル上がってたよね。上がってたね。68。うち行ける？あ、いけますね。あれ、あの、だから取ってんの、竜姫の衣、なんか強そう。強そうじゃん。どこになんの？あー、物理防御が上がる。クリティカルも上がるけど、属性防御がめっちゃ下がるし、属性攻撃が下がるのも嫌です、私は。なので、つけません。アーベにどう？もしかしたらアーベにすごくいいかもしれない。これやしね。いやでもドラゴンアーマーも結構上の方にあるなぁ。やーめち。とりあえずあの宝を取りに行きたい。なんで見逃したんやろ私これ。あら、あ、あ、あ、こうか。こんなさ、通り道丸見えのとこやのによく見逃したね私。よしよしよし、精霊石特大。さあ、どんな展開が待ってるかワクワクしてるんでね、早くたどり着きたいっていうのもあるよね。よ、こっち？右はいけへんね。いやー、近づいてますね。やったからもさ、今回すごい取りやすい。あ、ここね、そこ。セーブポイント見えてきたよ。よいしょ。ゴールかな？水がめっちゃ出てるね。寒そう。あ、でもあっち宝あったんやね。ちょっと見に行ってみようかな。どうやって行くんやろ。あ、なんか汚らしいの出てきたよ。なんなんやろそれ。え、どうしようかな。コウモリ落とすか、風してそのカニ落としとくか。カニ回ってくるな。カニ回ってくるから氷にするか、とりあえず。いや、カニを落としたいんや。風やで。せい。で、オルベリクさんで。あい、ちょっと、オルベリクさんでって思ったのに。そういうことするじゃん。上がってきな。せい。なんて書いてあった？ナメトリクジ。はいはいはい。いたね。いろんなところで。行かせ。あ、いなくなっちゃった。オルベリクさんはよく眠っておられます。とりあえず、斧じゃなかったでしょ？じゃあ、杖は？いや、もうちょっと参考にならん。参考にならん。あとは無理やりじゃあ落とそう。この程度では。強引さは大事ですよ。いいね、いいね。アーフェンがさ、あの、アイテム、装備品のおかげで、経験値が、がっつり溜まっていく。これ、どこなのよ、さ、上。
行けるとこあった上。結構戻っちゃうな。え、そんなとこ行くようなとこあった？そんな行けるとこあれ？あれ分からへん。どうやって行くんやろ。サイラスはフェンレベルアップです。いいですね。山の上にあるのがさ、真面目に分かれへん。この辺から？さらばじゃん。あ、まだちょっと距離ある。でもそこ降りたらすぐなんかありそうよね。ちょっとジョブ見して、ジョブサポートアビリティとか違う、アビリティと、これ解放できる。あ、足りなーい。それちょっと欲しかったんやけど、 JP90 貯めるんはちょっと、900こと貯めるんは今は厳しいなー。よし、じゃあ多分この先が目的地だと思いますので、今回はこの辺りで終了しまして、次回、まあ、進んでいこうかなと思います。ということで、ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。